市原英二の花万歳。今日はペチュニア革命、坂戸の種、ペチュニアとカリブラコアの交配種ビューティカルや M&B フローラさんの最新品種の雨に強いペチュニアや、そして滝井さんからカリブラコア各種などいろいろと紹介していますので、こうご期待ください。それではどうぞ。いやーすごいですね。やっぱりカリブラコアたくさんの種類が出ています。まずはね、 M&B フローラさんからシャロウイダンス、本当に翼作、超輪ペチュニアカリブラコアです。こんなに綺麗になります。いやー、いろいろとね、サンバシリーズやね、種類も豊富にこれだけ出ています。はい、こんばんは。市原英二の花万歳。今日はですね、もうこのところ雨続きでしょ。そして皆さん大好きペチュニア、さあ植え替えようかなと思っても、なかなかですね、もうタイミングを逸する。そして台風、雨、さあ梅雨に入ってきました。皆さん、あ、ペチュニア植えようかな、やっぱりやめようかな、やっぱりね、悩まれるでしょ。そうなんです。だから僕はもう4月のうちにペチュニア植えてくださいねと言ってたでしょ。そうなんです。これがあるから、あの花日和さんの商品であるとか、いろんなね、バラ咲きなんかは特にあの早めに植えておけば株が充実していいでしょうって言ってた理由がこれなんですよ。そしてただね、あの諦めないでください。今日はですね、皆さんにとっておきの新商品を紹介したいなと思っています。いやー、今日のはいいですよ。もうね、坂田の種の方が威信をかけて出した商品があります。去年はですね、よく咲くペチュニアっていうのを僕紹介しました。あれも結構強くてね、もうこんな言うたらあかんけど根が残っちゃってまた今咲き出したいう方もいらっしゃいますが、やっぱり世界の坂田、いきますよ。今日じゃあ、さあ来た来た来た。これ今日思いっきり雨に当たってました。そうです。これカーメン君もねやってたでしょ。そうです。これペチュニアとカリブラコアの交配種ビューティカルと言います。見てください。これ今日こんだけ雨に思いっきり当たってもこの状態出ましたよ、出ましたよ。これビューティカルいいでしょ。これはいいよ。見てください。これほら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 、これ雨に当たってもこの状態、見てください。これいいでしょ。これ、カリブラコアとペチュニアの交配種、ビューティカルと言います。そうです。これはね、雨に強いんですよ。ということでね、今日僕これを押しています。そしてベトつかないんですよ。これね、本当にベトつかない。これ今ちょっと撮っていますけど、全然ベトベトしないね、これ。そう、そしてこれベトつかない、雨に強いいうことで病気にも強くなって、そして雨でもこういった形で長期間咲きます。まあ葉っぱがね、これコバでしょ。見てください、葉っぱが。そう、ペチュニアって大きい葉っぱじゃなったんじゃないですか。だから例えば付着して病気になるとか、そしてカリブラコアの場合は、まあ、ややセルフクリーニングで、そう。だから、このビューティカルっていうのは、本当に雨でもあでやかに、かつてない輝きで、ここにもキャッチフレーズ、書いてますけど、本当にそうなんですね。これはね、坂田の種の一押し。ただ、これ、おそらくほとんど完売していらっしゃると思います。ということで、
僕はですね、これ、本当はこの坂田の種のこれがあったらいいんですけど、皆さん、これね、僕は今日なぜこれ、解説しているかというと、これね、僕、今回、滝井さんであるとか、M&B フローラさんであるとか、保養所を見させていただきました。そして僕の地元、斎藤農場さんなど、僕も知っています。そう、今ね、これ、もう、まあ、坂田の種さんが画期的に出していらっしゃるんですけど、ペチニアとカリブアクアの交配種は非常に進んでいます。ということで、もうね、新しいものが出次第僕は情報を出していきます。そして、このビューティカルはね、一回今年実験してみようと思います。だから、来年になりますと、これは、ぜひ販売していきたいなと思うんですけど、どんな感じで素晴らしいか。多分ね、これカリブラコアよりもややちょっと伸びているたりするので、刈り込めば本当にね、いい状態。おそらくこれね、僕も亀くんがやってた、高橋さんやったかな。高橋宣言さんがもうこんもりと咲かされていたので、このビューティカルっていうのは本当にいい商品だと思います。ちょっとね、その動画も下にくっつけておきますけど、このペチニアとカリブラコアの交配種、ぜひこれ覚えておいてください。今注目の商品なんですよ。そして、これね、ブリッジっていう斎藤農場さんからも出ています。カリブラコアとペチニアの交配種がね。そして各メーカーも今、このカリブラコアと、ペチニアの交配種がこれから続々と出てきますので、皆さんチェックしていただきたいと思います。そしてね、今日、後半戦はですね、その M&B フローラさんから出てましたよ、あところで、千葉農場展示会で、滝井さんも得られてましたので、やっぱりね、皆さんにね、最新のいいものを、紹介していきたいなと思っています。ということでね、まあ、本当にね、今、各種苗メーカーさん、いいものが出揃っていらっしゃいます。ということで、ぜひね、最後はね、ちょっと今回は滝井さんの農場の方からいろいろと、紹介していきたいと思います。ということでね、なんか、坂田さんも紹介しもって、MB さんも紹介しもって、いろいろなんですけど、まあ僕はね、本当に皆さんにいいもの、そして今の最新のトレンドって言ったらいいんかな。そういった情報をですね、皆さんに、今後ともね、お知らせしていって、あ、世の中にはこんないいものがあるんだと、そしてこういった形で園芸は進んでいるんだっていうことをね、改めて今回僕再認識しています。ということで、ぜひね、このカリブラコアとペチニアの交配種、坂田の種さんであればビューティカル、そして斎藤農場さんであればブリッジ、そして滝井さんであったり、M&B フローラさんであったり、そして雨に強いね、PWS さんのスーパーチュニアであったり、本当にね、ペチニアいい商品だらけです。皆さん諦めないでください。ただ、ちょっとチェックしていただけたら嬉しいです。それではね、今日はね、後半戦、また、展示会の方でチェックしてますので、ぜひチェックしていただけたら、やっぱり、ペチニア諦めないでくださいね。わあ、これすごいですね。ビーニーズ？ビーズニーズですね。ビーズニーズ。はい。で、いろんなこの、種苗のコンテストで、はい。賞を取ってまして、ああ、まあ、すごい、これ4冠受賞。ペチニアの種苗コンテストとか、うん。このですね、ジャパンフラワーセセレクレクシショョンベストフラワーとか取ン。いってますんやで、ー、わわわ、これ、オールアメリカンセレクションから、何これ、ユーフロロスター？そうですね。うわ、3冠、4冠。世界でも認められてるんですそうですね。やっぱこの黄色なんかは、ね。やっぱりこれも暑くなると、色飛びしやすい品種が多いんですけども、これは安定して暑くてもですね、黄色の発色が出てますし、花数も多いですし、こういうふうに非常にまとまって、う株がわ丸ー、く仕上これがってますはね。綺麗ですね、金沢さんね、これ。
黄色の。なんとも言えませんね。ああ、いやそしてですね、M&B フローラさんから発売されているペチニア、カリブラコアなどね、ゆっくりとね、ご覧ください。そしてアマゾナスを使った寄せ植え、こんなに綺麗ですね。さすが難波さんですね。本当にね、上手に植えられていらっしゃいます。続いてですね、滝石廟さんからドラキュラやカプチーノなど、最新のね、このカリブラコア、チェックしてみてください。いや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 、これね、これオレンジで、カプチーノ。これはいい。栄養系カリブラコア、カプチーノ。なんかこの夏いいですね。ひまわりとのコラボレーションとか。いや、母の日から入り口で。ああ、そうですね、父の日。優しいのを知ってるよ。綺麗な花弁やな。いや、本当これはいい。絶対ありえない。ああ、なるほど、うん、そう言われたらドラキュラもええように見えてきたな。ああ、これは、うん、すごいな。原産、原産地だな、この園芸種のカルブラは。あ、そうなんですか。もともとの原種はあのブラジルだけども、うん、安藤先生が言ってたよ。へえ。日本でできた品種だ。裏紅なんですね、これ。うわー、面白い。そう、ネオダブルアプリコットレッド。この色もいいな。いいな、オレンジ、うん。いやー、これは夏のカラーですね。そこにこのブルーが入ったらまた綺麗に見えるな、うん、やっぱこれやな。そして M&B フローラさんの難波さんが作った寄せ植え、本当に綺麗なので、ぜひね、皆さん参考にしていただけたら嬉しいです。それではですね、この素晴らしい難波さんのアレンジを見ながら今日はお別れしていきたいと思います。いやー、本当綺麗なアレンジやな。チャンネル登録よろしくお願いいたします。